鈴木、この滅びた焼けた、その焼けたところ、もう終わりか。これはひどい。このありさまでは、自分たちのしたことは、そうです、無駄でした。すべて無駄だったんです。なぜです。なぜなんですか。隊員様、教えてください。僕のしたことは何だったんですか。なぜですか。僕らは頑張ったじゃないですか。僕にされてもくじけなかった。それなのに、それなのに。キルキスさん、さんか、くんか、それなのに。何にも残らなかった。僕の守ろうとしたものはすべて。なんだ、自殺か。これはすべてが、すべてが終わったらシルビナに渡そうと思っていた指輪です。かわいそうなシルビナ。この指輪は誰の指にもはめられることなく、無用になってしまった、ね、売りましょうか。この指輪、もう何も輝いた指輪、あ、盗んだか、まあ、拾えた、ね、キルキスさん、くん、これは、この指輪は君の希望です。希望を捨てちゃいます、いけません。ほんの少しでも希望があれば生きていける。それは人間もエルフも同じだと思います。グレミオさん、これは男か。坊ちゃん、城へ戻りましょう。こんな悲しいことを繰り返しちゃいけません。クワンダ、ロスマンの運を破り、コーマ鏡を打ち破りましょう。そうでなければ報われません。行きましょう。それが少しでもシルビナの慰めになるのなら。ん？いないか、あのやつ。死んだか。シルビニア。名前忘れた。シビニナ。シルビラナ。もう焼けた。焼きよ、エルフ焼き。どこだ。遠いね。こっち。このところ何かあるか。他の村、町などあるかな。まず、そうだな。これは何だ。まあ、このやつらコボットね。あのコボット町戻るか。ああ、魔法使いやつ。うん、まあ、タイニーに弱い。我が物が教団、共同最強なのに、彼女は我が物顔に振る舞っています。振る舞っています。そうだな、他の村。あるかな、この上。ああ、何か見つけた。ええ、これはコボルトか。これコボルト、ま、町か。コボルトらしい。じゃあ、この上。ずっと上、何か。かな。殻に閉じこもる。彼は、引退して以来、殻に閉じこもっています。殻いばり。あれは殻いばりだから気にしなくていいですよ。殻騒ぎ。大丈夫、このやつら。何もない。上は何もない。下、これはコボ町かな。
ロボットか、マッチかな。じゃあこのずっと下何か、いや左何か、下か左か何かあるか。から、からいばり、あれはからいばりだから気にしなくていいですよ。から騒ぎ、大したことないのにみんながから騒ぎまし、から騒ぎしています。うん、こっち行ける。何もない。なんで何もなさそうね。この下調べると何もないなら戻るか。何もない、無駄な時間。まあいい、コボルト町行こう。遅いタイに自転車、何か早いものですか。ストロングアーム、ストロングアームか。体が悪、今は忙しいけれど来週体が空きます。体が言うことを聞かない。富士山に登りたくても体が言うことを聞きません。体が続く限り引退するつもりはありません。じゃあこのコボルトたち戻ったかな。大森林、このクヌキか、黒耳はこんなところで捕まるわけにはいかない。みんなを助ける。なんだ人間、なんだお前らは。うん、お前は裏切り者のバレリア。こんなところで会えるとはな。お前には懸賞金がかかっているんだ。おとなしく捕まることだ。坊ちゃん、すっかり囲まれました。これはちょっとピンチですね。何を言っているんですか。大ピンチですよ。おい、お前。私がおとなしく捕まえれば、残りの者には手を出さないか。はあ、はあ、取引か、いいだろう。神に誓って手は出さない。バレリアさん、捕まれば反逆者は反死罪ですよ。ああ、知っている。知っているなら、コーマ鏡はやめなきゃいけない。そのためには、私たちがここで全滅するわけにはいかない。解放軍が今リーダーを失うわけにはいかないだろう。リーダーとはそういうものだ。だからやめろ、バレリア。すまない、バレリア。いいってことよ。まあできたら首を切られる前に助け出してくれるかい。バレが外した。じゃあやめろ、バラリラ。ねえ、タイニー、あんたはまだまだだね。大きな目的を見失ってはいかないね。外れた、バラリナ。よし、いい子だ。おとなしくしてな。おい、お前ら、残りの薄汚いエルフ、コボルト、反逆者の仲間は皆殺しにしろ。なんだと、さっき神に誓っていたと。神様なんている時代かよ。うわぁ、襲いかかってきましたよ。黒耳戦おう。死ぬわけにはいかない。黒耳手に入れた。まあこのやつら弱いから大丈夫ね。体が続く限り引退するつもりはありません。彼は体を張って新しい事業を始めました。体を購入する。彼は体を
考にして働いて自分の家を手に入れました、うん、死んでいるこのビクトル、体を壊す。彼女は動きすぎて体を壊してしまいました。辛い辛党、彼は辛党で特にビールが好きです。まあさっさと殺せこの弱者。なんであのアーチャー先手、いえ戦闘、なんで戦闘のアーチャー。ああ体を、いや辛党、彼は辛党で特にビールが好きです。好きです。ダメです、このままでは。ここまでか。お前らだらしない黒耳は諦めない。いつまでそんなことを言っていられるかな。それかかれ、タイニー殿、今お助けします。な、何ことだ。はい、解放軍となるの乗る者たちが現れて。何、行け、逃げろ。なんだバンダナのやつら誰。マッシューさん、どうして来られたのですか。ここへはあの森を抜けないと。コーマー鏡のことを知らせてくれた者がいたのです。シルビナ、キルキス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 、寂しかったよ。シルビナ、なぜ君は。ははは、それは俺のおかげさ。すごかったのよ、すごい光がピカーって光ったと思ったら、スタリオンがすごい勢いで俺の一世一代の逃げっぷり見せてやりたかったな。シルビナ、シルビナ、おいおい、俺の逃げ足の話を聞きたくないのかい。はい、指輪です。やっぱり希望は捨てるべきではないですね。グレミオさん、え、なになに、指輪、ねえ、なんなんの。キルキス、え、これは全てが終わったら、タイニー殿のが城を出られた後、ハンフリー殿、サンチェス殿が旧解放軍の生き残りを引いてやってきてくれたのです。今ならクワンダ・ロスマンの軍とも戦えるはずです。タイニー殿、どうぞ進軍の合図をお願いします。まだその時では。タイニー殿の戦争には時というものがあります。そして今が攻める時です、ね、よし、全軍出発。すまない。パンヌヤクタ城攻防戦、終わり。この場所、え、なんだこれ、え、別ゲークワンダロスマ、え、読めなかった、もうめんどくさい。はい、めんどくさい。これはなんだ、別ゲーになっちゃった、うん、パヌヤクタ城、え、弱い俺。クワンダロスマン、森を、僕らの森、僕の村を焼き払ったことを償いをしてもらおう。
解放軍などと生意気なことを皇帝陛下になり代わり、このクワンダロスマンが聖杯してくれるわ。神聖解放軍の精進です。みな気を引き締め、革命各自全力を尽くしてください。なんでそんなに早い、めんどくさい。ほら行くぜ。もう別言になった、めんどくさい。命をどうぞ。これでいいだろう。みんな行け、みんな死ね。天使になっているこのやつら。負けたかな。命をどうぞ。突撃ダメ、弓矢。はい、遅れを取っていられる。攻撃、ダメだこれ。私の解放軍弱い。負けたか。魔法、はい、これは開門処置か。魔法ね、そういうこと。最初にやる魔法。魔法は我が風、温床の力。この後の攻撃。魔法、はい、魔法、わわわ、魔法、魔法、うん、魔法なくなった。じゃあこれでなんだ、弓、その他なんだろう。敵を願いらせ、敵の策を調べる、失敗にすると突撃攻撃を上げる、突撃上げる、我が血の力をめかけ、最後の命をためよ、突撃力が上がる、そして突撃。これでみんな死ぬか。みんな行くぞ。弓はダメ、お前の負け。今回完璧だろ。まあ大体完璧ね。おめでとうございます。我が軍の勝利です。おおのれ、こうなったら高魔法。まあ魔法で簡単だった。ハンダ役だ、役ぬ。ははは、こいつで焼き払ってやる。しまった、クワンダは、コーマ、これはシューマ、ショーマ、鏡を使う気だ。ああ、ただの18分か。もっと長かっただと思った。なんですと、全軍退却だ。いや、被害を少なくするために善人できるだけ散らばるんだ。を散らばって被害を少なくするか。だがもう遅いわ。帝国に弓引く者たちよ、裁きの光だ、くらえ。何事だ。あはは、人のものを盗むからそういう目に遭うんだ。あしらの風化法の力を思い知ったか。ドワーフの長老、若いエルフとの今度は間に合ったようだな。よし、あとは、城内に入ってクワンダ・ロスマンの首を取るだけだ。行こうぜ、タイニー。私も行きますよ、坊ちゃん。お願いします。あ、このバリアまだいる。お願いします、タイニー様。この私も連れて行ってください。僕も行きます。よし、あとは誰が一緒に行く。
黒耳も行く。仲間を助けたい。黒耳も行きたい。よし、風。同じパーティー。他のやつ手に使えないか。このバンダナのやつは誰？お気をつけてください、タイニーさん。誰だ？運は破りました。あとはクワンダを追い詰めるだけです。やったやったやった。帝国軍に人を泡吹かせてやったぜ。ふう、なんとか勝ったな。俺ちょっと怖かったよ。行け行け、どんどん行け。帝国軍のやつけろ。おお、コーマ鏡も一発で粉々じゃ。帝国軍将軍の一人、クワンダ・ロスムンは強敵です。お気をつけよ。お気をつけよ。逃げられないね。え、逃げられる。どこだ、ここ。え、どこだろう。わからん。まあいい。回復大丈夫かな。いや。もうタイニー、ダメ。薬、タイニーに。他の薬、自分の薬も使える。じゃあ、ビクトール、バレリラ、もう一度タイニー。じゃあ、この後列か。後列ダメ。キルキス、バレベブ。どっちの方が強い？このグレム、いや、このビクトール。これはいいか。宝。はい。うん。スルバシやつ。かわいそう。傘。傘に生きる。彼女はお父さんが社長なのを傘に聞いて、態度が大きいです。え、なんだ、黒耳、なんだ。え、何をやってる。防御ダメ。え、防御できない。防御しかないのよ。まあ、戦隊なら、僕の攻撃できるかな。あの、防御だけのやつ。あ、しょうがないね。次はあの黒耳戦闘します。傘にかかる。彼は傘にかかって自分の意見を主張しました。死ね、スルバシ三人ポッチ。じゃあ、これつ、タイニー。黒も耳、こっち。前の薬持ってる。じゃあ、バレリレ、ビクトールとタイニー。鉄の盾。あとで売るか。まあ、その前に、一回しようか。誰？お手伝いさん。あ、攻撃できる、この黒耳。よし。みんなできるね。タイにもできる。はい、これはいいね。みんな攻撃できる。弱い、この。このカボク。はい。傘にかかる。彼は傘にかかって自分の意見を主張しました。じゃあ手伝いさん誰？仲間。休息を取りますか。はい。ああ無料。ああ無駄なポーション、無駄なお薬。これは無料の回復やつ。
なんで？いや、これは正規ルートだろ。最初はこの、まずはこっち調べましょう。ズボンなしのやつら。ああ、肩。肩で息する。息をする。テニスをした後、肩で息をしなければなりませんでした。肩で風を切る。彼は課長になって以来、肩で風を切っています。もう、下にもない、上か。だから、雷、雷、それは誰？グレミオか。お薬、ゴーストか、幽霊、怨霊、肩が張る、出張を社長と一緒だったため、肩が張りました。肩が軽くなる。子供たちが大学を卒業して、肩が軽くなりました。どこかな？とりあえずこっちか。古い本、一巻。なんだあの鑑定のやつにあげるか。縦聞いた。肩が凝る。締め切り続きで肩が凝りました。宝ない。あ、ジョーちゃん。回復。休息、はい。膝枕かな。一階の場所か。いや、これは目的地か。一階、もうやめてたいに。肩の荷が降りる。約束を果たして肩の荷が降りました。肩をほぐす。彼女はご主人が無事なことを聞いて肩をほぐしました。まだ死んでいるあの犬。肩、いや大丈夫かな。今休息しちゃった。2000ポッチ。ろうそく何もない。何もない。無駄な動き。肩を怒らせる。彼は肩を怒らせて息子を避難しました。肩を入れる。彼女は長いこと女性問題に肩を入れています。肩を持つ。昨日父と母が口論したとき母の肩を持ちました。殺す。この誰だ。死ねボス。これボス戦か。もうまたお前ら黒耳弱い。肩を並べる。スキーが上手になって指導員と肩を並べるようになりました。肩を落とす。彼は結婚の申し込みを断れて肩を落としています。
肩をそびやかす。彼は課長になって肩を装備やかしています、肩書き。彼の会社での肩書きは何ですか？またこれ。じゃあまず弱いもの回復しよう。ビクトールもかな。これじゃあ死ね。みんな戦おうか。まあでも紋章の方でまあいい。肩代わり。私は今妹の肩代わりで借金を支払っています。肩身が広い。弱いね。肩が広い。娘が医者になって肩身が広い思いです。肩身が狭い。まあ大丈夫かな。肩身が狭い。約束を破って友達に対して肩身が狭いです。肩すかしを食わせる。彼女の質問に肩すかしを食わせました。肩棒を担ぐ。彼はその会社の乗っ取りの肩棒を担ぎました。肩肌脱ぐ。あなたのためなら肩肌脱ぎましょう。ああ死んだ。弱者。まあ後ろに捨てるか。弱虫。死ねる。さっさと死ね。弱い。あねのため紋章しようか。じゃあ肩を担ぐ。彼はその会社の乗っ取りの肩棒を担ぎました。肩肌脱ぐ。あなたのためなら肩が脱ぎましょう。まあ弱虫が生きている。この野郎、お前役に立たないやつ。他のやつタイに。いや大丈夫。そう、他には大丈夫。本一歩、本一個、本一冊。ない、何もない。こっち何もない。じゃあ入るか。じゃあこれは、この竜は偽物ボスか。これは本物のボスか。いや、なんだ。サブボス。いや、わからん。わからん。ミニボスか。来たな、お前が。解放軍のリーダーか。確かお前はテオの息子。そうか、噂は聞いていたが、テオの息子が解放軍のリーダーとはな。しかし手加減をはせんぞ。俺も鉄壁のクワンダーと呼ばれた男。再びバルバロ様、まあ、ボロバッサ様のために壁となろう。くるがい解放軍の諸君、私の力を見よ。ウィンディ様にいただいたブラックルーンの力だ。これはボスか。帝国のため、そして皇帝陛下のため、貴様を前へは進ません。なんだ一人で。勝負は一瞬。この一撃にかける。なんだ、防御か。捨て身の、まあ、防御。捨て身防御。なんだ、これは。捨て身の攻撃。しまった。甘く見すぎた。なんだ、これは。
ボーチョキパー、いえ、ジャンケンポン、そうだな。攻撃、みんな攻撃。攻撃、まあ弱いこれ。次はこんなもの。じゃあもう一度攻撃。ステミ攻撃、ステミカツカレ。いや、攻撃カツ。それそれ、もう一度行くぞ。じゃあ、俺はステミ、ステミなんだ。俺の勝ち。お前弱い。死ねえよ、弱虫。死んだね。簡単すぎる。見事だ。この私の守りを破るとはな。うん、こんなことがウィンディ様のブラックルーンが。お前がみんなをおかしくしたんだ。みんなを倒せ。コッボルト、なぜお前は正気なのだ。ブラックルーンの力が上腕で、何事ですか。よくわからんが、ブラックルーンとやらが関係してるんじゃねえのか。そう言っていたし。うおー、ん、死んだか。死骸、死体を探せ。これは今までのことは、死んだか。覚悟しろ。そうだ、みんなの敵だ。エルフにこぼうと、そうか。好きにするがよい。お前たちにはその権利があるようだ。ちょっと待ってください。様子が変です。あなたが解放軍のリーダー、タイニー殿ですか。さあ、私の首を跳ねるがよい。それが無人としての再起か。いや、なんかだけだ、カークズブログしろ。バルバル様、私はあなたを最近まで守ることができませんでした。あなたと共に戦ったこの10年、楽しかったですよ。では、さらばです。バルバロッサ様。覚悟。なんだ、首取ったか。これで終わったんですね、僕の戦いは。久しぶりだな。おかしいな。どうした。早く首をはねんか。私は気が短いんだ。あなたはどうして急に。そうだ、さっきまでのやつとお前は違うぞ。これだ、この焼けただれた紋章のせいだ。紋章、こいつはウィンディ様にいただいたブラックルーンだ。これにはモンスターを操る力がある。しかし、その代わりに私の意志にも影響を及ぼすようになっていたようだ。ウィンディは信用の置けない女だ。それを皇帝陛下は気づいているのか。しかし何を言っても言い訳に過ぎん。あのようなことをして無人として他にすぐなおすべはない。そうだな。ああ、かたじけない。タイニー殿、帝王も立派な息子を持ったものだな。覚悟。仲間になってくれ。この私を仲間に。この私が解放軍にか。10年の間バルバロス様に仕えたこの私に反逆者になれというのか。そうだ、今の皇帝はお前の知っている7年前の皇帝とは違う。私の信じてきた皇帝はもう何年も前にいなくなっていたのかもな。タイニー殿、この私も解放軍にお加えください。
私のバルバロッサ様に対する忠誠心は揺るぎないものです。しかし今の皇帝陛下には忠誠を尽くすことはできません。なんだ、手に入れた、それおめでとうございます。第二度の挑戦としては大成果でした。ん？でももっと面白いだろう、死んだ時。もうめんどくさい、これ。死ね。まずこのカツシン見ようか。この女の子が来るカツシン。その後で、え？いやいやいや。え？ああ、めんどくさい。飛ばした。あの、女が来るカツシンカップ飛ばしちゃった。ああ、まあいい。残念。このやつ手に入れるか。え、取ったか。おめでとうございます。第二度の挑戦としては大成果でした。黒耳。ああ、母ちゃん。黒耳、兄ちゃん。操られていた者たちも解放されたようですね。ありがとうございました、タイニ様。これからどうするんですか？はい、村はなくなってしまいました。それに僕の戦いはまだ終わっていないと思います。タイニ様の戦いが終わるまで僕の戦いも続くんだと思います。僕も解放軍に加えてください。シルビナーも、俺もモンも、シルビナーはダメだよ、危ないんだから。ダメ、もうシルビナーはキルキスと離れない。じゃあ俺も。黒耳も戦おう。みんなは倒ったけど、この国は治っていない。私も戻るところを失った。あんなことを二度と起こさらせないために、私も戦わせてくれ。第二度の今回で随分と成長なされましたね。こんなにも多くのものがあなたの下に集まりました。さあ、うん、城に戻りましょう。よし、出発だ。いやいや、やり残したことが。わかりました。では、我々は先に戻っています。え、何が？何やり残した？これ安全か？こっち何もない。何もないなら、あの死体もないね。仲間になったあの死体。もう邪魔だ。お願い。私は白に行きたい。何もないか。何もないね。あの、魔女は来なかった。よし、出発だ。俺はいいか。クワンダ・ロスマンの軍を破って3ヶ月後。え？3ヶ月後。まあいい、ちょっと休む。